寒い。どうもどうも。今日も横に。あ。いやん。やだ。やだ。恥ずかしがり屋さんでいました。映してもいい？うん、いいよ。レイコちゃんと、はい、ケイトちゃんです。ケイトちゃんでした。ケイトちゃんもいます。ケイトちゃんもいます。見らしてもらってます。いやいや、そう、エクスペースです。イエーイ、うん、そうね、明日は同期で、そう、INM の、ね、何時からやっけ？9時ぐらいだ。夜の9時ぐらいから。何すんの？何も知らんのかな。さっき台本送られてきて、マジ？来てない。うん、あら、あら、あれ？もしかして？もしかして？ミカナは。あれ、なんかドッキリとかあるのかな、ミカナに。まさかのミカナに主役じゃないのに。あるかもしれません。見てください、皆さん、ぜひ見てください。タイトルがね、旅館って書いてたから、もしかしたらそういうことなのかもしれません。どういうことは、どうなっちゃうの？お、3日のメンバー発表された。そう、私は2月3日のお昼公演で500回です。イエーイ。3日、何公演？ M、 ミカナもおるわ。あ、ほんま？うん、人から知るっていう。M なんですね、3日は。そうです、昼夜公演です。そうなんです。師範が、師範が来るの？師範が来ちゃうよ。ドキドキやね。ドキドキやね。ね。明日20時から OK。 20時からね。夜だね。夜ですね。何時までやんのやろ。ね、21時半って書いてた。21時半、1時間半って書いてたわ。いや、あんま把握せんよな、だってそんな公演な、うん、誰出るとかもあんま見てないから、うん、煽ったんや今日みたいな。そうそうそう、あるよな。そう、ファンの人と同じタイミングで知ることもありますからね、全然。お、今日公園行きます。待ってます。頑張っちゃうよ。そ、そんなもんなんですよ。お、投げるか迷ってたけど当たれーってね。ぜひとも500回お昼ですね。そんなガチャみたいなノリなのか。そうね、ガチャガチャですから。そうよ、公演は。マジそうよ。衣装お渡し会のチェキ、もう届いたんや。めでたー。すごいね、当選したって。すごいこった、パンダこった。あ、出ました。出ました、出ました、パンダこった。パンダこったが出ました。今日一の今日一の、今日一のパンダこった。1日何回も言うことないやろ。エクステスの土砂降り楽しみ。土砂降りのエクステス、土砂降りのエクステいっぱい降ってくれます。やだ。エクステいっぱい降ってきます。銀テープみたいな感じでね。みんな取り合いやから特攻で発射されます。いつもやってるでしょ、誰のエクステかな。使用済みやった。ね、明日楽しみです。よく髪下ろせるね。
そう、ミカナですらそんなこと言う。いやなんか、うん、暑いとかは全然平気なんだけど、うんうん、邪魔すぎない。いや邪魔、邪魔なのは邪魔。しかもなんかこの公園なんかさ、うん、なんか髪の毛虫取っちゃう不利多くない確かにな、ウィンクとかな。そうそうそう、しゃがむ、なんか頭下にやって手ついてみたいな不利多いからさ、うんうん、抜けちゃう髪の毛。なんか逆に私ポニーテールとかやったらさ、うん、毛量が多いからなんか心配になっちゃうねんな、うん、このバサで、あー分かる、怖いよな、ふにゃふにゃ取れそうにならんかっていうのなって、おろしが多くなっちゃう。まあでもツインテールってほんま楽やと思う。楽な、一番楽な、ちょうどいいよね、うん、踊りやすい一番。うん、せやね、楽です。1年に100回ペースですね。そう、むしり取る、取られそうになるから頭皮がね。うわ、ホタテ食べたい。ホタテ？最近ホタテブームがすごくて、食べれる？ホタテ食べれるけど、好んで食べるわけではないかも、うん、あんまり。何が好き？そういう魚介。なんやろ、もう何でも好きやけど。マジ？カニだけ無理。え？アレルギー。あ、そうや、そうや、言うてたな。カニが弱いけど、うん、何でも食べれる。そうなんや、意外とあんま好き嫌いない感じ。うん、全部好き、何でも好き。めっちゃいいやん、何でも食べます。イージーだね、それはそう、ホタテ。いや、ホタテはね、あのお刺身、生のホタテが好きです、ね、わかるわかるわかる、さっぱり食べれて。わかる。明日5時出勤なのに。マジ？朝の？うん、朝の5時出勤。しかもあの関西済みじゃないのに。うわ、今日来てくれるって大変だ。ありがとう、ね、飛び出しで帰るってこと。そういうことだね。やばい、巻いてこい虫巻いてこ、巻いてこ、早く着替えよな、いや一番はなんだかんだなんやろうな、最近はでもマグロやな。いやうまいよね、マグロ、うん、マグロはマジな。え、刺身会での話。そう、刺身会。いやそれはさでもみかな、なになに、ブリとか好きだよ。あタイとか。いい、あ、タイ好き。タイうまいよね。タイうまい、わかる。ブリとかタイとか、わかる。いいよね、そう、さっぱりがいいですね。タイってマジ美味しい、うん、ほんまに美味しい。お、何でも好き。明日なんか食べれんのかな、YNN。 明日食べれそうな台本やったで。ほんま、うん、やったマグロとタイとあホタテと食べたい。でもアンケートに一応書いた。私アンケートあったんや、うん、お肉か海鮮が食べたい。お、だからこれは期待、来たらいいな。期待できます、うん、そう、好き嫌い多いんですよ私。多いよね、うん、何が無理なの。でも最近結構食べれるようになったけど、うん、エビがなんかさ、お弁当に入ってるちっちゃいミニグラタンみたいなあるやん、うん、で上にエビ乗ってるやん、ちっちゃいエビ、うんうん、ボイルエビみたいな、うんうん、ああいうのが無理。へえ、なんかグラタンとかに散りばめられてるエビが、うんうん、いけるエビもあんの。いけるエビもある。何、甘エビ食べれるし、焼いても最近食べれるようになったけど、うん、そうなの。なんかプリプリってしてるやつ、うん、なんやろな、そう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 、生っぽい感じの。そう、基本生ものが好きかも。お肉も。あ、そうなんや。そう、生ユッケが好き。あー、美味しいよね。そう、 あとグリーンピースはほんまに無理。それ言う人ほんまに理解できん。逆に好きな人。好き、大好き。じゃあさ、サイゼのさ、うん、あのグリーンピースのやつ食べる人、うん、食べん人やけど全然食べれる人ガティ、うん、ガティやばくね。何、味が好きってこと。味が好き。嘘だろ。
味が何が無理だ、逆に味が無理やねん。なんかよくさ、グリーンピース嫌いな人、うん、食感が無理とか言うけど、食感は全然平気やね、うん、味が。マジで分からんすぎる。マジどこが苦手よ、その、うん、なんやろ、変な味。人それぞれですね、本当に。美味しいよ。すごい、グリーンピース好きな人に初めて出会った。そう、うん、あんま聞かんくない、食べれますみたいな。まあ嫌いっていうのは多いけど、好きっていうのはあんまり、うん、だって小籠包じゃないわ、何やっけ、シューマイ、うんうん、シューマイなんかグリーンピース食べたいから食べてるみたいなもんよ。もうあれ、グリーンピースメインのあれ、のけてから食べるもん。嘘やん、マジマジ美味しいのに。とかさ、なんか市販のオムライスってさ、結構グリーンピース入ってること多いやん、うん、もう全部どけて食べる。そうなのよ、ライスよりもグリーンピース多くていい、うん、やばいやん、もうあれ逆でいい。マジ割合すごいな。あーでも苦手な人多いな、こっちも。グリーンピースご飯とかあったよね。あった、あった、あった、マジで無理やった。そう、豆ご飯苦手やったな。え、黒豆とかも好きな人？うん、普通に好きって感じ。豆が私あんま無理なんだ。あ、あ苦手派がやっぱ多いね。そう、うん、枝豆は好きっていう人多いよね、うん、枝豆は美味しいねんけどな。何なんだろうか。あと栗ご飯とかもあんま好きじゃなかった。あ、みかなもあのご飯にしてほしくないかった。そう、それはそうなんよ。あとなんか酢豚のパイナップルとか、出た出た出た、ピザのパイナップルとか、え、大好きあれ。うえ、酢豚は無理？え、全然いける。あ、いけるんや、うん、パイナップルオンリーで酢豚やばいねんけど。ピザもパイナップルオンリーで。え、ハワイアンが好きな人ってこと？大好き。マジで？俺が一番好き。うっそやろ、初めて出会ったの、それをハワイアン好きな人に。マジで美味しい。マジか。え、だってミカナさ、うん、なんかドミノピザやっけ、あれあるやつ。ああ、ドミノもピザハットもあるよ。で、なんかさ、うん、味とか選べるやん、うん、ハーフとかで、うんうん、全部パイナップル。ガチ一面パイナップル、うん、でパイナップルマシマシにあるよな、追加あるねん。そう、美味しいよ、あれ。そう、私だってピザ屋でバイトしてた時さ、そんな時やったんや。たまに来るやん、うん、誰がこんなピザ食べんねやろとか思いながら作ってた最悪おったわ、ここに。ここにいました。マジか。え、果物、うん、食べ物に果物が無理な人？うん、無理。え、あのさ、ね、なんか生ハムメロンとか、うん、そういうのも、なんかあんなうめえもんねえよ、別々に食べたい。嘘やん、大人やな、舌が。いや、大人なん、それは。なんか、何でも受け入れれる舌ってことじゃない？うん、すごいな。サラ、ポテサラにリンゴとかは、うん、あ、ギリいけるリンゴは。ギリなんや。でもあんま入れてほしくないかも。あ、あるよね、ハワイアンハンバーグとかね。大好き。マジか、うん、そうなんや、すごいな、特殊やな。嘘、結構多いと思うよ。しかも若い女の子って好きなイメージある。あ、そうなん、うん、なんかそのハワイアン、それこそハワイアン、沖縄の人は好きなイメージ、うん、あ、そうなんや沖縄の人ってこと？沖縄の人好き。あ、冷麺にさくらんぼはやって。冷麺にさくらんぼ全然、うん、別々がいいな。いちご大福、いちご大福はただ美味しいスイーツじゃないただの和菓子やな。そう、別々で食べたい人やわ。アップルパイも全然全然大丈夫。あれはもうデザートやからね。え、じゃあご飯と甘いものを交互に食べるのは、うんうん、あ、それはいける。いけるんや。なんか焼肉の食べ放題途中にアイス挟むみたいなことやろ、うん、はいけるわ。ける、全然。一緒に食べるのが無理なんかもしれん。
じゃあ焼肉食べながらアイスもいい口に入れる。アイスはでもいける。いけるんや。焼肉、うん。同じ口の中で？いけるいけるいける。それいけるやん。え、逆に無理やろ。ポテトとさ、なんか。大好きアイス。そういうそういう感じ。焼肉とアイス。嫌やろ。いけるいける。それちょっと嫌やけどな。あ、でも唯一いけるなんかスイカに塩いける。うん、ああ、それはもうだって。調味料、うん、調味料派か。あ、怖い、うわ怖い、うわ、言いたいけど言えない、言いたいけど言えないけども言いたい言いたい髪の毛落としてるか、髪の毛わからないでしょ絶対絶対倒せばいいめっちゃおもろい、バリ怖い、あおもろい誰でしょうということで、誰でしょう、うん、楽しみです、また今度のチェイサーゲーム見たよ。何チェイサーゲーム？え、チェイサーゲーム W っていうドラマが今やってんのよ、うん、TVer で見れるんだけど、うん、それもガチいいよ、あの女の子同士のやつやねんけど、社会人ゆり、うわいいよ、いいの、うん、いいよ、ガチ。 どういう系のユリ？ね、なんかね、でもちょっと話すと長くなんねんけど、うん、まあじゃあ A と B がおるとするやん、うん、で、あの2人ともゲーム会社に勤めてて、うん、で A は日本人、うん、で B は中国出身やね、うん、で中国の大手ゲームメーカーとタッグを組んでゲームを作ろうってなって、うん、でその2人もともと大学一緒の恋人同士やって、うん、でもなんかいきなり A が B に別れ告げて、うん、で B はなんか心傷ついて中国帰って、うんうん、でなんかこう再会したわけやん、でも B は偶然じゃなくてもう A に復讐してやろうみたいな復讐感じで、うん、そのこんなズタズタに傷ついた心をみたいな、でこう上司としてパワハラみたいなすんねんけど、うん、でも未練タラタラなのがお互いわかんで見てて、うん、好きじゃないとさそんな復讐してやろうとかも思えやんか、で多分 A は何かの理由があって B を振ってん、うん、で多分なそれがな次の4話でわかんねん、あー気になる、でもねもういいよ、へー、そんなドロドロじゃないし、うん、結局はまあまあやから、うん、マジ見てほしい、うわーうまいうまかった見たくなったもん、うん、ぜひ見てください、ね、皆さん、さあということで15分経ちましたので順位を発表してね、をしたいと思います。たったもうすぐかな、でも一緒のタイミングで初めて、あ、そっか、あれ、たった立ってる気がする、あ、そうや、あれ、あ、分からん、あ、分からん、立ちましたみたいなでも立ってるのは立ってるよな、立ってる、な、立ってるはずやな、ランキング読んでみるわじゃあ、13位、13位、リアちゃん、野原慎之介のすけさん、12位、謎さん、12位、ココさん、レナ、10位、リコ、11位、ミカの大好きさん、10位、ヨシモンさん、9位、マイちゃん、6位、ユウさん、8位、シェリちゃん、7位、バリーさん、山本、さやか、山本、6位、ニユウちゃん、5位、ゴンちゃん、4位、ユズキちゃん、え、なんかめっちゃ呼ばれてる山本、ミカナ、オタさん4位がマリちゃん、アイカ、2位長澤さん、さん2位がタカさん、1位マキシさん、ありがとうございました。あ、20分ぐらいしてるって、あ、ほんまに、そんなしてたんや、じゃあ公演頑張ります、またね、バイバイ、バイバイ。